おはようございます。ジルと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、寝てたな。なんかね、やっぱいい薬の飲み合わせを見つけたんかなと思うんですけど、まあ寝るときはガーン寝るんですよ、本当に。だから途中で起きるじゃん。なんか僕、ちょっと起きたらね、なんかね、ちょっとだけなんか数時間 ?15 分ぐらいね、そのまますぐ寝床につけるわけじゃなくて、15分ぐらいでなんかしてから寝るんですけど、なんかしてるときにもう寝落ちしたみたいですね。で、それがたたりたたり今の時間が15時というね、全くもって時間の無駄遣いをしているような気がしてなりません。その前に、写真の貢献。おお、おお、危なー。あ、大丈夫かな、プラチック。いや、破壊の時は白目より弱いから大丈夫。耐えれます。とある検証をしたいと思います。このゲームの、まあ、ある種の最強モンスターがいまして、そいつとですね、戦おうと思います。レジェンドチームでですね、まあ、こちらって 2P プレイの状態なんですけど、2P プレイだとこの大魔王を使えるじゃないですか。まあ、こちらね、大魔王 2P プレイで合体召喚使う。もう本来は、実はね、竜王とかも、実機だとね、6体合体だったんですよ。なんと。特定の6体を合体させることで、竜王が使えるか、ようになってたんですけど、まあ、このゲームではですね、それを並べてもね、ちなみに何もできません。このレジェンド6体合体で使用できるカードが1枚になってもう出てきたんで、竜をこのまま召喚すると竜がバッて出ます。今回やるのはですね、レジェンド魔王絶対に勝てない相手が存在するんですよ。どのレジェンド魔王、そうだからこんなに言うじゃないですか、どのレジェンド魔王でも絶対に勝てないと噂されているやつに挑んでみたいと思います。じゃあまずは池しんがり、池まずかませ犬。さあまずは自分の居城でお迎えというわけですよ。敵の HP が1360。こんな雑魚っぱ、私が出るまでもないが相手をしてやろう。闇の柱、さあボンバートビクトリー、かませ犬でいう岩地にシャープ2で撃破されることの、まあ多数ある竜王の登場です。もう7300だ、気迫が違うぜ。さあ相手はですね、なんとプラチナキングです。 2P のプラチナキングが相手ですね。HP は1360。2P 部の魔王の代わりに出てくる合体召喚枠です。さあ、竜王と対決。大魔王がね、メタルを枯れないわけがない。正直見たことないですか、この光景。だから、俺はちょっとね、まだ信じきれてないところがあるんでね。はい。さあ、行きましょう。煉獄の火炎から、行け!行くぜ!大魔王の呼吸受けてみろっしょ!やっぱり!まずは、僕はね、いろんな仕様を知ってるんですけど、まずはね、竜王でね、ちょっとまずはどんな感じかを体験していただきたいと思います。いった!夜ではないか。あー、そうなんだよ。これどっち選んでもベギラゴンだしな。はい、ベギラゴン!もちろん呪文ダメでーす。させまーす。ここは次、こっち。魔王カードの特徴としまして、1、2ターン目とかあるじゃないですか。この行動はある程度固定されてるんですよ。必ずいてつく波動を使うターンっていうのもあります、基本的には。だから、どうしても無駄行動を避けられないっていうのはありますね。あとはまあ、AB 交互、まあ技が違ったりとか、3ターン目まで同じ技を使えるやつとかもいるんでね。お、いいね、竜王。うん、散々舐めてくれたではないか。巨大なアギトで食いちぎるぜー、ほら行くぜ。なるほど。なかなか、できるようだな。行くぜ!煉獄の火炎でどうや?うわぁ !62! 嘘!で、このターンはね、ちょっとどっちをどうしようもないね。まあ、魔王特有のサービス行動があるターンです。本来魔王はどっちかといえばね、攻撃連打しの自分で使うとしてやっぱ強すぎと判断されたんが、どうしてもどっかにね、サービス行動があるんで、このターンちょっとサービスになります。いやー、ちょっと竜王ねー、あれさあ、今ね、おかしなことを今ね、皆さん見てるかもしれません。ただ、上にいたー、ただ、まだですよ。まだまだ。いきます。うん、食いちぎってくれる、こんなものだ。いくぜくそ。で、ここ、おたけびですね。残念。まあ、ワンチャン、ひるませてもいいんだよ。ほい。ですよね。HP が早くも、微笑みメタルに、このなんか、とんでもない笑顔で、あれなんか、
あれ、はじめ7300とかあった HP が、見事の見事に削られていきますね。おかしいですね。ちょっと、キングブラザーが押すんな。竜王爆発弱点だからやばいんだって、それ。あれ、竜王、あれ、まさか、ドラゴンクエストではゾーマより強いとされてるんでしょ、お前。ここからよ。ダメなんだよね。ごめん、それは無理なんだよ。絶対入るんだよ、ベギラゴン。さあ、行こう。食いちぎろう。行くぜ。さっきのはちょっと何かの間違いだ。行くぜ。こんなドラクソ。まあでも、勇気を、あ、え、ふん、そんなもの、耐えてみせよう。いや、薄やろ。60は薄えって、60は薄だと思うんだわ。正直、竜王ではちょっとね、まあ、竜王ってさ、初心者プレイヤーにもやられるような、ちょっと情けない大魔王だったんで仕方ないっすよ。ということで、破壊神。すべてを破壊する破壊神。正直、大魔王カードの中ではかなり強い部類に入りますね。ちょっと、息を止めてっか。いくぜ、7900だぜ。岩沢リルクも高いからね。行くぞ、破壊神しろ。まあ、ナンバリング的にはね、仇討ちという存在ですよ。さあ行きましょう。1360? もうね、初め見た時はね、こんな大魔王の力にプラチナキングが勝てるわけがないと。自分で使った時のプラチナキングはあんな感じなんだけどな。やるな、なかなか。プラチナ勝ったらなんでこんな強いの。さて、破壊の宴が始まったんだ。あれやばいな。しかも、ねえ、なんかね、僕はめっちゃ強いんだよね。プラチナキングって自分で使った時にこんな、いてえ嘘。いや、俺のグレンの冒険、受けてみるかい。はい、はい、ぞやくそ。ま、なかなか、避けるやつじゃねえか。マジで避ける。マジで避けるんだよな。マジで避けるぞ。マジ個人的に大魔王の中では指導かなり強い部類だと思ってんだよな。だからね、ちょっと頑張ってほしいんだけどさ、ちょっとキングブラスターがこんな食らうわけないんだけどな。まあ食らうっちゃ食らうけど指導もな。さあ HP がまだ与えられておりません、まあ、ここでね、破壊の宴が始まった。うん、仕方ない、私の豪華に焼き尽くしてくれる。おい、地獄の豪華を受けなさいよ。くちょ待って、キングブラスターの威力こんな高いわけないんだって。プラチナキングのおかしいところはね、キングブラスター、プラチナカッターともに実は威力高いんですよ、敵の時の方が。はい、自分が使う時より。あ、これはサービスです。しゃあです、このターン確定です。イデハは。オフェンス面でステータス詐欺してます、こいつは。威力係数を無理やり上げられているんで、普通自分が使う時よりプラチナキングはめちゃくちゃ強くなってます。グレートドラキーの日じゃないです。おかしいもん、750ってな。ここで、破壊の宴3回目。破壊してやるぜ。お、当たった。これ行くんじゃない、結構行くだよ。だって、一発行けたもん。おい !90! うっせえ。うっせえ。皆さんに今、お見せしてると思うんですよ。自分サイドでプラチナキング使って敵が指導だった場合、どうなるかお見せしてると思うんだけどな。あれ?こんなに、90とは、あ、ちょっと待って。いや、まだだよ。まだだよ。不死をここからまだ。さっきの何かの見間違いだ。そう信じたい。うわ、ちょっと散々持たせんでくれたな。まあ、ここでベホマでもできたらいいのになしろ、お前。ほいぞやくそ。ちょっと待ってって、お前。いけ、邪神ウグ、私のグレンの冒険で砕いてくれるわ、おるぜ。はーい。え、おっと、相手の攻撃、え、体を駒のように回転させる。やばいしろ。あ、何もできてないやん、こいつら。無理や思うな。ゾーマー、どうやったらプラチナキングいけるか、こればかりは無理かもしれん、普通にやっても。まあ、お分かりかと思いますけど、プレイヤー陣、自信、どっちで使ってもですね、呪文は無効なんですよ。で、ゾーマのこの白目行動っていうのは、大半が呪文で構成されてるんですよ。唯一呪文じゃないのはサイコキャノンだけです。もうお分かりですよね、どうなるかって。しかも打撃弱点と来たもんだ。
こうなるとですね、まあ、こうなるわけですよ。ひょつ呪文、マヤド、栄翔じゃなくって。いや、あのね、違うんだよ。どうしようもないって、これ。マジでどうしようもないんじゃないかな、これ。マジでゾーマは詰んでるんじゃないかな。ちょっと待って、ゾーマがマジで何もできない説あんな。うん、やるな。ゾーマ頑張れ。タクトでも最近クソゾコになったからね。行くぜ最、行け唯一の物理さん、サイコキャノン。うーん。本来のゾーマの強みはですね、自分で使うと赤ボタンあるじゃないですか。赤ボタン攻撃、A ボタン攻撃が3ターンとも全部メラゾーマとジゴスパークの連打なんですよ。1から3ターン目まで全部行動が呪文固定なんで、そこが強い大魔王なんですけど、もちろんそんなプレチナキングに効くわけないんで、あの、一番相性が最悪と言っても過言ではないんじゃないかと。で、貯めてから最近いきますね。いくぜ！お！闇のオーラでマリック頼む。もう、さあ、もう闇のコルマぶとってくれ、頼むから。さあ、貯めた後だぜ。いくぜ！最高キャノンを受けてみよう！はいよ！まあ、そろそろ解説しちゃいますと、プラチナキングって実はですね、まず一つ言います。回避率 75% です。何を言ってるか分かんないと思うんですけど、回避率が 75%。 さあ 25% にかけましょう。というわけで、はい、 25% こりゃ。自分で使った時のプラチナキングの回避率は 25% です。しかし敵で出てくるともう痛い、回避 75% っていう頭のおかしい通知が出てます。かつ攻撃面、プラチナキングの攻撃面、貧弱な攻撃面もなぜか補正で強化されてます。この意味がお分かりですか？最強モンスターなんですよ。さらになんかおかしくないですか？さっきから与えられてるダメージが90だろ60だの。これはどういうことかっていうと、プラチナキングの耐性が自陣より強化されてるんですよ。自分の時のプラチナキングの耐性はね、大したもんじゃないんですよ。そんなブレスとか燃えます。ブレスとか暗黒攻撃でワンターンキルされるぐらいですからね。そんなに大した耐性じゃないです実はプラチナキングで自分で使うと。ただし敵の時の耐性がですね、全ての攻撃を、95% カットって書いてあります。もう誇張なしです。これは全ての攻撃への耐性が 95%。 つまりどういうことかっていうと、本威力の 5% しかダメージ与えてないんですよあれ。そんなんズルじゃんね。ズルズル。火力が高いでしょ、回避率 75% でしょ、当てたとしても耐性で 95% カットですよ。一体全体どうなってんのこの化け物と。これは運営の悪意によって生まれたモンス。ちょっと待って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 、話してたらゾーマ死ぬんだけどね。え、よくぞ我を倒した。しかし光ある限り闇もまたある。お前何しとるんや。さあ、ストーリーのね、ボスが登場です。まあ、さっきゾーマはもうどうあがいても無理でした。あんなもう、あれはね、他のところだと強いんだけどね、スタークとかにぶつけると強いんだけどね。だけ魔族のストーリーのボスですね。さあ、ストーリーのボスって言ったら、大会モードでね、俺に勝ったら優勝カードを授けようと乱入してきたこの方の登場です。まあまあ、まだ希望あるかな、さっきより。さあ、プラチナキング、4戦目デスピサロで挑みます。まあ、デスピサロはね、呪文攻撃少なめなんで、まあ、呪文じゃないところを選んでいけば打点は取れるんじゃないかと。取れるわけがないんですけど、つまり僕は何をやってるかと言いますと、回避率 75% 攻撃面強化されて、挙句の果てには耐性、全ての耐性が 95% の相手に大魔王で挑んでます。大魔王の仕様として、会心が出ないのが何より辛すぎますね。これって普通のチームでやった方がいくら楽なんですよ。会心のこう一撃判定になると、このモンバットっていうのは特殊仕様があって、会心の一撃判定になれば相手は避けられないんです。まあ、さ、ナンバリングではちょっと特殊なのかな。はい、結構ね、ナンバリングの9とかだと会心の一撃の後に回避判定とか入ったりするんですけど、忌まわしい。このゲームはね、会心の一撃に判定なさえなれば必ずね、命中するんで、ステルコパンツとか使って会心打点狙ったりとか、一撃でも会心さえ出れば2人プレイならね、ビッグバンとかギガでいいんで沈むんで、そこが対策方法なんですけど、運にしても大魔王はね、会心が出せないし SP も使えないんですよ。つばぜりはもちろんできないです。痛いよデスピザロ、こんなところで魔族の方が足踏みしてる場合じゃねえぜ。
おー、行くぜ。おー、俺の、オーラブレードはクソ。もう、大魔王のね、いてつく波動のね、お遊びが過ぎるなぁ。まあ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 、まだこっからこっから。お前らみんなが、ちょっと、まるでプラチナキングに勝てる気せんな、君たち。何、どうすれば勝てるんだ、これは、一体。誰なら勝てんの今日、ちょっとプラチナキングに全部やられてる気がするんだよ。頑張れ、デスピタロ。まだや。おぉ、やるじゃねえか。まだまだ。ふん、俺の力はこんなもんではない。行くぜ、今日の攻めの一撃。うおぉ、行くぜ。俺のや 75% とかおかしいでしょ、常に回避率が。当てても 95% カットか。やばいな、1ダメージも与えられてもいません。指導は90与えましたからね。竜王ですら60与えましたからね。いけ、頑張れ。おぉ、いいぞ、61。ひどいよ、ひどいよ。待って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 、どうすれーの、おい。デスピザのだ、ちょっと待って。あ、でも爆発には強いから、まだまだプラチナカッターの方が怖いってわけか。デスピザの頑張れ。魔族の方がこんなところで負けていいのか、お前。おい、ストーリーモードで、お、おや、俺デスピザのあるかもしれません。ちょっとこれワンチャンあるかもしれませんね。おい、いいよ、当てた。俺ぜ52。一番でも頑張ってます、なんとね、一番頑張ってますよ、今のところ。いけ、頑張れ、いける、マジでいけるかもしれん。あん。まだまだまだ、本当にある、まだ本当にある、本当に本当にある、本当にある、本当に本当にあるぞ、これ。大魔王の勝ち筋一つだけあるじゃないですか。勇気を貯めて勝つ。でもさ、攻撃が外れてるってことはその分ね、勇気が溜まりたい。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、勇気勝ち、勇気勝ちできる、避けろ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 、